はい。じゃあ、龍が如く4、続きをやっていきたいと思います。脱獄準備ですね。していきましょう。ちょっと話を聞いていこう。あんた、入所早々に派手な騒ぎを起こしたそうだな。まあいい。ここは見ての通りかなり異質な刑務所だ。普通の日本人の刑務所と違って、私物を持っている奴も多い。見ろ、あいつなんかタバコ吸ってる。どうやって手に入れるか自分で考えろ。刑務官に目をつけられなきゃここは結構快適だ。ま、うまくやるんだな。自由だな、タバコ吸ってるって。確かに。よもぎ。こいつは話せない。よう、あんた何やってんだよ。俺か？この第二刑務所に来たんだから言うほどのことしたんだろ？なあ教えてくれよ。何やったんだよ。黙っとれ。余計なことに首突っ込んだら怪我ですまんぞ。へっ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 へ。怖い怖い。大した情報得られねえな。まあでも話していくしかねえな。なあ、一本用立ててもらえねえか？勘弁してくれや。ここのところ毎月やないか。俺かてそんなにしのぎはないんやで。別にいいんだけどよ、刑務官と囚人仲良くした方が互いのためじゃねえのか？結局金かよ。わかったよ。組に連絡しとくから、いつもの口座から引き落としたらええ。へへへ、すまんな。刑務作業楽なのにしてやるから、またよろしく頼むぜ。ああ、もうつぶつぶだね、もう。冴島さん、あんた騙されてるぜ。どういうことや。俺も登場会にいたんだがよ、浜崎って男、あいつは信用ならねえ。まあ、それは確かに。中国のマフィアと組んで登場会を乗っ取ろうとしたとも聞くしな。浜崎を恨んでる奴は多いぜ。浜崎に文句があるなら、直接浜崎に言うたらええやないかい。くだらんこと俺に言うなや。利用されて捨てられるって言ってんだよ。脱獄するから手を貸せとか言われたんだろ？悪いことは言わねえ。考え直すなら今のうちだぞ。まあ、騙されそうな匂いはプンプンするんだけどな、確かに。ちょっといいかい。あんたは昨日入ってきた新入りだな。そうや。自分、道具の加工を得意としてるそうやな。そうだよ。俺も去年までは沖縄では少しは名前が知れた職人だったです。そんな職人がなんでこんなところにおるんや。いろいろあったです。取引してた、事務所というか、組というか、そこに警察の手が入ったです。で、俺がそこにたまたま居合わせて、取り調べされて、ちょっと悪いことしてるのも、バレちゃったです。神山って言ってんな、やっぱ神山だな。悪いこと？何しとったんや。まあ、その、武器とか、そういうの作ったり、改造したりです。なんで挙動ってんだよ、こいつ。でも、俺は人を殴ったりとかしてない。武器を作って納入してたのも強引に押し付けられて仕方なく。まあええわ。その腕を見込んで頼みがあるんやけどな。こう先っちょにフックがついてるロープ状の道具を手に入れたんや。なんとかできんか。材料さえあれば作れるとは思う。何使うですか？悪いが、それは話せへん。ただあんたに迷惑はかけん。それは丈夫じゃないとダメですか？せやな。100キロくらい引き上げられるくらいや。わかったよ。それ以上は聞かない。ロープじゃダメです。まずは鎖を手に入れて、ここの囚人が持ってるの、見たことあるです。そうしたら鎖付きフック作れるです。そうか。どうやって入手するか知らないけど、ここでも、もうええことは気をつけて、一分もすれば刑務官がやってくるです。うん、わかった。鎖ね。まあ、一通り話すか。話しましょう。こいつ話してねえな。おい、タバコ持ってねえか？アホか。刑務所でタバコなんて吸えるか。お前、新入りだろ？挨拶代わりにタバコぐらい持ってくるのは礼儀だろうが。お前さん、あそこの角にいる奴のこと知ってるか？いや。あいつには注意した方がいい。何でもいろいろな護身道具を手に入れて備えているらしい。ああ、じゃあ鎖持ってんな、あいつ。誰かに狙われとるんか。
そういうわけじゃないんだがな。こんな物騒な場所だ。いろいろ備えてるうちに止まらなくなっちまったんだろう。考え方はわかるけどな。かえって目立ってしまって逆に狙われかねない。ここじゃおとなしくしといた方が利口だぜ。じゃああいつが鎖持ってんな。息がてらちょっとこいつらも話そう。今日の晩飯なんだろうな。たまには焼肉が食いたいよ。ったく。せっかく沖縄にいるのに出てくるものはきんぴらだの、切り干し大根だの。たまにはソーキとかラフテーとか食わせろよな。よう、何でも食っていいって言われたらお前なら何頼む？俺、カツカレー食いてえな。カツカレーかい。厚めのトンカツに甘めのカレーかけてよ。飯と一緒に食うんだよ。思いっきり頬張ってハフハフってな。知ってるか？カツカレーには甘めのカレーが合うんだ。甘い方がカツのうまさが引き立つんだよ。あ、そうなの？それはちょっと知らなかったな。最後はカレーと飯を混ぜちまう。ぐちゃぐちゃにしてカツと一緒に食うんだ。嫁には怒られるが、これがやめられなくてな。あ、あんたの話聞いてたらカツカレーが食いたくなってきたよ。また食い逃げでもするか。うん、ダメだね。この刑務所に来たらシャバには二度と出られんのかな。さあな、刑務官のお気に入りになれば出られるって話を聞いたこともあるけどな。紐付きってことか、一生警察の犬になれってことか。殺されるよりマシかもな。せいぜい刑務官には睨まれないようにしようぜ。はい、だとこいつですね。片岡さん、この間持ってた武器すごいっすね。どうやって手に入れたんですか？この前、官房を工事してたろ？その時にな。それに鎖も持ってましたよね。すごいなぁ。鎖？ああ、もう完全に持ってるね。で、このヨモギかな？これ取っとこう。どんだけ入ってんだよ、ヨモギ。で、この刑務所の中のヨモギなんて取んじゃねえよ。汚ねえからなんか。お前、新入りか？おじいさんだな、割と。け、愛想の悪い奴だ。いいか？この刑務所は普通の刑務所じゃない。凶悪犯罪者揃いだ。そんな態度だと長生きできねえぞ。こいつは？お前、鎖を持っているそうやな。持ってると言ったらどうする？貸してほしいんや。貸す？冗談じゃない。ここでは道具は命の次に大事なもんだ。入ってきたばっかりのお前に誰が大事な道具を預けるかよ。すまんな。俺にはどうしてもその薬が必要。薬薬も確かに必要だよ。鎖が必要なんや、今は。力ずくでも貸してもらうで。ああ、もうバトルなんだ、そんで。うん。目つけられるよ、また。看守に。はい、オッケー。くそー、鎖を借りた。悪いな、裏まんといてくれ。俺にはやらなあかんことがあるんや。何に使うかは知らねえが、用が済んだら絶対返せよ。ああ、わかった。で、手に入れたと。鎖手に入れたで。おお、すごいです。これならきっと使える。ただ、かなり重くなるです。いいですか？うん、かまへん。じゃあ、次はフックの部分です。で、鉄でできたでかいフォークみたいなのとかあるといいです。でかいフォークやで？あ、はい。そうだ、です。うん、ここでは刑務作業で畑仕事してる人もいるです。農作業でそんな道具見たことがあるです。クワみたいな。うん、農作業をしているやつ。こいつらは？川名さん、すげえいい体ですよね。筋肉つきまくってるじゃないですか。ああ、そうだな。農作業で鍛えてるからな。すげえな。俺も農作業すっかな。バカ。刑務官から信頼されてねえと多分任されねえんだよ。お前らより日当たりがいいからな。農作業。うん。いいじゃないか。あんた、刑務作業で農作業をしているそうだな。ああ、署内にある畑を任されてる。俺は模範囚だからな、信用されてんだ。その農作業で使う道具の中にでかいフォークみたいなのはねえか？ああ、クワのことか。確かにフォークに似ているな。土を耕すときに使うやつか。そうか、
頼みがあるんや。それを少し貸してくれんか。おいおい、道具をなくしたら一大事だ。そう簡単には貸せねえよ。それに今は持ってない。頼む。どうしてもそれが必要なんや。はあ、必ず返してくれるんだろうな。ああ、そうだな。タバコをくれたら考えてやってもいいぞ。タバコ？そんなんどこで買えるんや。バカ、ここは刑務所だぞ。タバコ屋があるわけじゃねえ。差し入れとかで手に入れてるんだよ。さあさっさとタバコ持ってこいよ。それまでにはクワは用意しとくよ。奪い取るにしても今は持ってないんじゃどうしようもねえな。タバコを持ってくるしかないと。タバコ吸ってるやついたな、こいつか。すまんがタバコ一本もらえんか。あ？お前新入りか？うん、そうだ。お前入所してすぐに大暴れしたそうだな。俺もちょうど食堂にいてな、見てたぜ。懲罰食らったお前には悪いけどな、楽しませてもらったぜ。こいつは差し詰め入所祝いだ、持ってけ。くれたわ。割といいやつ。本当ならタバコは貴重品だ。そう簡単には手に入らないんだぜ。じゃあまたな。すんなりくれたな。なんか光ってんのあったな。これさっき光ってなかったんだけど。ライター落ちてた。なんで落ちてんだよ、こんな都合よくよ。まあいいわ、行きましょう。戻る。持ってきたで、約束のタバコとライターや。へへ、待ってたぜ。タバコを渡した、ライターを渡した、約束や。クワを貸してくれ。おっと、俺は考えるとは言ったが、貸してやるとは言ってねえぞ。なんやて？なんだ、怒ったか？俺に喧嘩で勝てると思ってるんじゃないだろうな。うるさいわ、力ずくでも奪い取ってやる。よく冴島見て勝てると思ってんな、こいつも。勝てるわけねえだろ、こんなのに。体の大きさ全然違うからね、これ。はい、オッケー。一発が重いな。く、約束のクワ、貸すから許して。最初から素直にしとったらよかったんじゃ。はい、借りた。で、神山のとこね。これで神山のところで鍵、鎖付きフックを作ってもらおう。揃えたぞ。鎖とクワだ。これで鎖付きフックってのを作ってくれ。はい、どっちも渡した。すごいです。これならきっと作れるです。ちょっと待ってて。工作室行ってくるです。待たせたです。これ、できました。そんな手に収まるようなもんじゃねえだろ。多分。何に使うか知らないけど、俺が手伝ったことは内緒で。ああ、何かあっても黙っとくわ。あ、あんたならきっと何かでかいことするです。楽しみにしてるます。緊張してんのか、お前。何なんだ、あいつは。よくやった。それをグラウンドのマンホールに隠すんだ。見張りの台の近くにある。マンホール。ああ、ここか。鎖付き服を隠した。これで準備完了だ。OK。
んだなんだ、どうしたんだ、何の音だ、くそ、何が起きたんだ、どうしたんだ、見えねえ、なんだこの騒ぎは、何事だ、何をやってるか、あいつは冴島、これはどういうことだ、冴島、お前どうやって棒から出たんだ、脱獄するつもりか、こんなことしてどうなるか分かってんだろうな、おい、うわおい、俺も出してくれ、 お前には懲罰棒も生ぬるい、今すぐここでぶっ殺してる、文句はねえよな、いいな、手加減はなしだ、奴を絶対この部屋から出すな、やれ、やるか、刑務官は足止めしろ言ってたな、面倒や、全員倒して鍵も入手や、はい、オッケー、くそ、悪いな、鍵はもろていくで、牢屋の鍵、逃げられると思ってんのか、冴島よ、ここを出ようとしたのはお前が初めてじゃねえ、だがな、誰一人成功したやつはいねえ、そういったバカどもは俺がすべてと捕まえてるからだ、まだ終わっちゃいねえぞ、せいぜいあがくんだな、クッキッキッ、どういうつもりだ、あの回復取りたかったな、所長室へ向かえ、いるのね、敵がね、やっていきましょう、サクサク、はい、行きましょう、危ね、ああ危ねえ、こっちだバカめ、止まれや、連打、長期はい、オッケー、でもって、あ、鍵を奪うのか、そうかそうかそうか、はいはい、でここね、カードキーを使った、行きやしょう、はあはあ、お浜崎、おいどうした、まだ用は済んでないのか、くそ、なんでねえんだ、これじゃ足りねえ、証拠は足りねえんだ、くそ、ほら覚悟しろ、はい、すまんの、今捕まるわけにはいかんのや、どうした大丈夫か、ああ、こっちは問題ない、あんたの方は、多分これだけあれば十分だ、とりあえずここから抜け出そう、ああ、脱出しろ。
監視台に行く前に鍵鎖付きフックを手に入れる必要があるな。屋上経由してグラウンドへ急ぐぞ。ああ、わかった。行きましょう。ああ、スナイパー。これやばい。まずい、狙撃手だ。俺は裏を回って奴を倒す。その間、おとりになりながら前へ進んでくれ。敵別に倒す必要ないなら倒さなくていいや。めんどくせえから。いけそうだね。倒さなくても。OK。はい、OK。冴島。奥へ進むんだ。俺も向かう。西島、待たせたな。あと少しだ。先を急ぐぞ。いたぞ。ヒットラエロー。ああ、来たね。でもグラウンドは目前だ。やるしかねえ。うん、せやな。行くで。これはやらなきゃダメなのね。はい、オッケー。行こう。どこだい？よし、鎖を隠したところまで急ぐぞ。はい、こっちだね。オッケー。ここやな。先行け。どうした？なんでオーロを先に？もともとこの脱獄はあんたが計画したもんや。それからあんたが先に行かんとあかん。あんたが生き残らんかったら俺にとってこの計画はパーや。何言ってんだお前。俺はもう何も失敗しとうない。絶対絶対に後悔しとうない。それにあんたは嫌なやつかもしれん。せやけど俺を裏切らんかった。俺はそれだけで十分や。 お前やっぱりまだ25年前のこと。ええから早せ。刑務官が来てまうぞ。佐島！佐島！早くしろ！佐島！何してんだ！早く！あんた、先行け。あ？何言ってんだ！俺はあいつらを足止めしとく。あんたは先に海に飛び込んで。逃げろや。冴島。はよせ。
まあやるのね。はいはいはい。やっちめましょう。はい、オッケー。ちょっと手こずったわ。なんかよ、後味悪いじゃねえか。あのまま行ったんじゃ、それによお前が二人目だったんだ。あ、俺のこと信じてくれたのがよ。今度はお前の番だ。ここまで来れば大丈夫だ。あとは溺れ死ぬ前に陸地に上がれるかどうかが問題だ。お前には時間がない。先に行け。せやけど俺は。お前は死刑囚だ。脱獄したら真っ先に殺に追われるのはお前だ。あんた、それに俺には切り札がある。さっき署長室で探してた奴のことか。ああ、これさえありゃ俺はまだ這い上がれる。さあ行け。ほなな、兄弟。兄弟。ああ、形はどうあれ、俺とあんたは同じ罪を犯した仲間、兄弟や。佐島。佐島、こっから無事でやるべきことがあったら二人で組んでやり直そうぜ。俺とお前が組みゃ最強だ。東上界、いや日本の頂点だって夢じゃねえな。どうだ、いい話だろ。まさき、だからお前はここから浜崎、逃がさねえぞこの野郎。浜崎、さあ佐島、キリュウだ。こっから出たらキリュウって男のとこへ行け。何やと、
何言うとるんじゃ。おい、そいつは沖縄にいる。その男を頼れ。キリュウだぞ。いいな。浜崎、浜崎、おい。何すんだ。離せよ。おい、うおい、やめろ。おい、やめろ。うわ、浜崎、浜崎、くそ。